ララ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 ラさんのクリスマスイブガズレレリグシンプル簡単バージョンやっています。やっぱりこの季節歌いたい曲ですね。しかもこのメロディーラインもうね、 JR の新幹線がこう思い浮かぶようなそんな感じですけど、思いっきり歌っていきましょう。そして今のシンプル簡単バージョン、ガズレレ動画と一緒にゆっくりできたという方は次のステップがあります。それはですね、ご自身だけで歌ってみるということでございます。 YouTube と一緒じゃなくてね、その時の参考にね、やっぱ紙に書いたりして楽譜を見ながら歌うのが最初はいいと思うんですね。いずれ覚えた方がいいと思うんですけど、その時の参考になるように、いつもこのガズはですね、画面にこの今手書きでこれを見ながらガズを歌ってるんですけど、こういうのをね、これから映してシェアしようと思うんですけど、今このサービス始まってます。このサービスはガズクラブというサービスでございまして、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のクリスマスイブを含むガズが今まで取りためてきた膨大なノート楽譜の中から毎月5曲ダウンロードしていただけるという画期的なサービスでございます。もう1000曲近くありますね。はい、このガズクラブでは毎月2回、クラブ員だったら誰でも参加できるオンラインライブ配信イベント、これをめちゃもう世界中からの参加でめちゃ盛り上がると。あとそこに SNS があって非公開の、そこで毎朝7時からガズがラジオ配信したり、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所が3カ所ぐらいあったり、いろんな質問に答えたりとか、そこでわちゃわちゃやってクラブ活動楽しくやってますぜ。皆さんチェックしといてください。それでは、ノートを見ていきましょう。はい、こんな感じになってます。これね、ちょっと見てもらいたいんですけど、これイントロって書いてあるでしょ。今のシンプル簡単バージョンはもうイントロそのものをちょっとショートカットバージョンさせていただいて、今のシンプルバージョンはここから始まりましたということ。これこのイントロなんですけど、めちゃくちゃいろいろ書いてあるでしょ。イントロ結構奥が深いんで、これ後でかっこいいバージョンではこれしっかり説明していくんで、今はひとまずこう映しておきます。じゃあこんな感じさっと映すんで、一時停止してメモっていただくか、動画のテロップを一時停止していただくか、あるいはガズクラブでこのノート楽譜をゲットしていただくのも素敵かなと思います。はい、さーっと映していきます。これも皆さんご存知の曲ですからね、結構メロディーはいいと思うんですけど、やっぱコードはね、でちょっと注意点、ここまで書いてきて、いやこれちょっと書ききれねえなってことで、こっから急にこの長さが半分になってますんで要注意です。はい、よくあるパターンです。これ土地がなくなってきちゃったってことでございまして、すいません。ここまではだから普通の1,2,3,4 ブロックで、ここから8ブロックの表記になってますから、ちょっとこの辺ご確認を。そしてここがランダララランダララ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 、これラララがね言えないんですよ、早くララララララランダララランダララ、これがあのね間のあのメロディーが入って、またこの B メロディーに戻っていくというような感じ。そしてね、構成としてここまでやったら、今度見て A の2に戻ります。 A の2ってどこかというと、ここですね。はい、きっと君は来ない、これにこうやって終わったという流れになっております。はい、こんな全貌でございます。はい、それでは出てくるコードを解説します。今映ってるコードの赤く囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンなんで、これはちょっと今のところ隠しておきましょう。そうするとこれだけでできますね。 C と Am、 F と D、 G7 と Em7、 この6個のコードで今のガズレレ流簡単バージョンのクリスマスイブできますよ。このね6個のコードはちなみに超入門コードのグループ、すなわちドン、これです。ガズレレ必須コードのグループでございます、ね、私がめちゃくちゃ分かりやすく解説している動画ここに貼っておきます。このリンク先の動画見たらもう10個のコードね、めちゃくちゃ分かりやすく覚えられるんで必見です。今日その中から6個出てくるということで、この簡単バージョンは今それでやってみました、ゆっくりね。はい、そしてこれからかっこいいバージョンの解説に入っていくんですけど、やっぱこの曲はね、やっぱりもう皆さん歌はきっと歌えるでしょうね。だから4つ弾きで1回歌の確認をしてですね、それからこのかっこいいバージョンのちょっとリズムがね、今度ねかっこいいやつになりますからね、入っていきましょう。じゃあここから
かっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンでは2つほどコードを追加させていただいていこうと思います。はい。まず1個目はですね、はい、ここに書いてある。G7 指そう。これよく出てくる簡単。これ簡単です。はい。まずね、G を押さえてください。G7 を押さえてください。こことここの三角形。小指見てください。ここを足したら G7 指そう。離したら G7。こうやって行ったり来たりする。特にイントロでこれよく出てきますんでね、今回は。特にイントロでっていうか、イントロしか出てこないかな、G7。イントロだけですね、出てくるのは。はい。そして、もう一個出てくるコードがこれですね。これはなかなか珍しいコード。F#7 です。これね、押さえるの結構簡単なんですよね。押さえる場所は、こことここなんですよね。言い方変えると Em7 のと押さえる場所、一個こっちにずれたという感じだとわかるかな。はい。それでこれなんですけど、ちょっと後で決めのとこでこのコードが一瞬出てくるんですけど、ちょっとね、これ、ちょっと後で解説します。いわゆる場所はここだぞって覚えておいてください。はい。そしたらですね、次は流れとしてはリズムの解説に行かせていただきましょう。まずリズムはですね、ドン。8ビートのチャがメインなんですけど、イントロ今回つけるでしょ？イントロではですね、アルペジオと、これはなんていうのかな、ルンルンビートというか疾走ビートというか、ちょっと特に、リズムの名前はないんですけど、シンプルなストロークの、リズムを使おうと思います。まずですね、じゃあ、8ビートのチャと、アルペジオの弾き方は、ここにリンク貼ってみましょう。はい。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からアルペジオと8ビートのチャ、それぞれ動画がアップロードされておりますので、もう濃厚にそこでやってみてください。で、この8ビートのチャというのはこういうリズム。かっこいいでしょ。このチャがね、結構こう、なんていうの、ドラムの感じを出せる、すごくかっこいいんですけど、これ、ね、初心者の方、いきなりこのリズムに調整するの難しいんで、こういうのやったことない、こういうのストロークって言うんですけど、やったことない方は、8ビートからやってみるのがおすすめ。8ビートってチャが入ってないですよ。チャを入れると、はい。こっちの方かっこいいんですけど、まずは8ビートが基本になりますんで、そこからやってみてくださいと。そしてアルペジオはね、比較的弾くのは簡単ですね。はい。こんな感じになっております。そして、ちょっとここからじゃあ、イントロの解説に、今の流れで入っていこうと思うんですけど、このマーク出てくるんです。このマーク。この矢印マークはシンコペーションといって、リズムが前にスコーンと食い込んでくるよということで、イントロはですね、まずこんなコード進行から始まります。G7 のサスポーから G7、矢印が入ってます。G7 の前に。これやってみます。アルペジオです、ここは。せーの、3、はい。わかった？シンコペーションリズムがスコーンって入ってくるでしょ。デン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 ターン、ここでバーンと入ってくる。これがシンコペーションです。はい。今のアルペジオでシンコペーションやると今みたいな感じになります。デン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 。はい。この感じちょっとやってみてください。これアルペジオの普通のアルペジオではちょっとこの紹介がないんで、シンコペーションするとちょっとフレーズが変わる。ここら辺がポイントでございます。はい。そしてですね、さっきも言ったんですけど、今日は特に弾き方ないけど、こう、特殊な弾き方というか、まあまあ簡単ですよ。で、次の、前奏が2段階に分かれてて、イントロ2、まあこうしときましょう。さっきのアルペジオはイントロ1。今度これからやるのはイントロ2ですね。じゃあ次はこんな感じでやりたい。ちょっと見ておいてください。かっこよくないですか。これね、コード進行書いてあるんだけど、これね、1弦の3フレットずっと押さえたまんまこのコードを動かすんですよ。 C はだからいいでしょ。次 G7 の時もここ C 押さえたまんまだから、つまり G7 サスポーになるんですよ。こういうこと。次は Am もここ押さえてるわけよ、1弦の3フレット。そう、その次 F もこうだし、 Dm もこうやって押さえちゃう。つまりずーっとこの音を響かせたままコードを動かしていくっていうイメージがいいと思うんですよ。そして右手の弾き方は C だけでやると、トトトトトトアクセントだけ、トトタトトトタト、これでちょっとこう平たいビート感をちょっと出したいなというふうに思います。これを参考になる動画としては、さっきのリズムのいろいろなところでルンルンビートとか疾走ビートっていう、これが結構参考になると思います。ちょっとやってみてください。そうするとゆったりした感じ。 G7 C 押さえたもの、次 F も C 押さえたもの、まあ、次 Em7 もですよ。で次 Dm も、 D
D マイナーを抑えながら C のところを抑えるのちょっと難しいんで、まず最初に僕はね、D マイナーを抑えてから、後で1弦の3フレットを抑えると結構楽です。C を抑えたまま D マイナーを抑えようとするとすごい狭く感じるんですけど、一回離しちゃって、D マイナーを抑えた後ピッとこう足すと結構うまくいくかなという感じがしました。あとはワンブロックに4つ入ってくるとか入ってるんで、ちょっとイントロだけここで練習して、1、2、3、4。G7 サス4からシンコペーションで G7 行って、もう一回 G7 サス4からシンコペーション。まだもう一回やります。ここ。次の F はシンコペーションなしで、次のシンコペーション、ダーン、ダンダン。今の、ダンダンっていうのはこの F、F、F、G7 のダンダンでやる。次はじゃあイントロ2に入っていきます。次は C を押さえたままコードが回っていく。トトタトトトタト、せーの3、はい。次 G7 押さえたまま C。次 Am 押さえたまま C。次もまた G7。次 F でしょ。響きがずっとこう、Em7。Dm をちょっと遅れて押さえて G7、G7、F、G7 雨は冬向けにと入っていきます。これイントロが結構これ結構難しいっちゃ難しいかなというふうに思うんですけど、今の解説でちょっと何回か練習してみてください。はい、そしてですね、 A メロの最後からこの B メロの心深くに行く前のところで一箇所かっこいい決めがあるんですよ。ちょっとやってみましょうか。サブレンダーから、はい、さっき出てきた F シャープ7。ジンデデツタン。こんな感じですね。はい、ここの決めが結構かっこいい。心、次のこの心深くのところにも決めが入ります。ちょっとね、これテロップ見ながら一緒に見ててください、ね。ワン、ツー、スリー、フォー。心深く。わかった。ダン、ダッダダ、ツタッダン、ダッツタッダン。こんな感じ。F、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 ダッダン。また矢印マーク、シンコペーションの君。これ、心深く。ここに合ってます。言葉に合ってる。ここ B メロのところ、まだ消え残るも同じような感じで決めていきます。で、その後のところも、B メロのね、秘めた思い。叶えられそう。次も G7、F から C から G7。こんな感じでコードもちょっと変わっていく。このな、今の流れて落ちていくような、そんなコード進行に変わっていく。やっぱこのかっこいいバージョンではコードの向きがちょっとかっこよくなってます。決めはこんな感じで入るには入るんですけど、でも全体のこう見てみると、すごいゆったりとした、イメージですね。淡々と進んでいく。こう雪が、こう、しんしんとこう降り出すみたいな、そんなイメージがやっぱりいいんじゃないかなというふうに思うんですけど、はい。このちょっと切ない歌詞の内容と、やっぱりこの CM のイメージとか、あ、やっぱクリスマス独特のね、ちょっとイメージをこう、思い描きながらやるのがいいと思うんで、まだ今からね、2ヶ月、1ヶ月半ぐらいありますからね、練習してクリスマスに思いっきり気持ちよく歌えると思いますよ。行ってみましょう。山下達郎さんのクリスマスイブガゼレレ流かっこいい場所をやってみる !1、2、3、4。
あのイントロのこのアルペジオから入ってこうだんだんこうビートが増してきて A メロに入る、ここの辺かっこいいですよね。雨は夜更け過ぎにこう入った時にこうガーッとこう突き抜けて8ビートのちゃんとこう疾走感がパッと開けるような感じ、キメとかもねこうかっこいい、決めるともうかっこいいんじゃないかなというふうに思います。気分乗っけて歌っていきましょう。クリスマスイブ12月24日14時から、ガズレレクリスマスパーティーやりますよ。誰でも参加できる YouTube のライブ配信ですね。ぜひ皆さん予定帳に入れといてください。はい、ガズレレ G ラボのウクレレとただいま大好評販売予約受付期間中ですからね、概要欄チェックしてみてください。そしてですね、ガズさん新しい本が出版されます。12月22日にこの本、これすごくないですか、このちっちゃさ。はい、ちなみに今まで出してた本の大きさこれですからね、かなりこれちっちゃいことになってます。こんな感じで、はい、これどういう本かというと、このね今これ見てるソングク5って書いてあるんですよ。このシリーズの1と2が青い本に2冊分200曲収納で、3と4がこのピンクの本に200曲収納で、要はちっちゃくなって倍になってですね、でこれ楽譜なんですけど開きやすいんですよ。すごくグッと開きやすいという特殊加工になってて、めちゃくちゃあのいい本になっております。中身は 1,2,3,4 とそれぞれ一緒ですけれども、これ持ち運び感とかこのね見やすさとか、はい、なかなか考えられている本ですございます。でこれ帯をね外すとねすごいいいですよ。この帯っていうのがあるじゃないですか、この帯、はい、帯外しました。したら後ろにこうガズレレ必須コードがこう書いてあって、初心者としてこれを見ながら楽譜も一緒に見れるというね、そういうアイデアも満載なこの本、ただいまアマゾンとか書店さん楽器店さんで大好評予約受付期間中です。よろしくお願いします。でガズレレではね、あと他にもいろいろやってます。ガズレシピというアプリがあってですね、その中でも楽譜が、購入できたり見たりとか、あのインストールは無料ですんで、まず入れてみてお試し、あの楽譜もあるんで見てみてください。そこでもねたくさん楽譜がゲットできますからね、1曲でもセットでもゲットできるようになっていたり、あとねこの水引きとかキャップだとか T シャツとかね、このウクレレストラップとか、こういうグッズもたくさん取り上がってます。あの公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとねありますね。まずガズレレ公式ホームページに行ってもらって、このバナーをちょっと見つけていただくと、そういうのもあったりとか、あとねガズピアノっていうのもやってるんですよ、ガズレレでは。はい、本も出てます。これねガズさんが考えたね宇宙一簡単なあの弾き語り専用の鍵盤楽器の弾き方です。これをね世の中ひっくり返るぐらいの大革命なピアノの弾き方なんですよ。ぜひこのガズピアノの YouTube、 これ YouTube チャンネルやってるんですよ、ガズピアノ。ぜひ皆さん、あの本当に簡単ですから、あの鍵盤楽器は全く弾けないガズさんが思いついた弾き方ですからね、ぜひチェックしてみてください。まあ何はともあれ、このガズレレ公式ホームページを見てもらうとですね、すごくいいと思いますよ。はい、ぜひ見ていってください。それでは皆さん楽しく音楽していこう。バイバイ。